いらっしゃいませ。じゃあ問題なければまず挨拶から。はい。どうもこんにちは。底辺の王と書いて帝王というも新帝王です。はい。この時間は、平日昼の部ということで、プレステ2版のドラゴンクエスト5仲間モンスター150フルコンプの、ヘルバトラー3匹目スギアの、カウント1002回より配信開始していきますので、よろしくお願いします。はい。ティンコさんいらっしゃい。バースト100の JK ってね、なんかそれってね、それだけだとなんか、ね、ただデブの JK って可能性もありそうですが、うん無理です。僕 DT だから、その抱けるね、テクニックとか、そういうの持ち合わせてないんで、うん、諦めて。ということで、ね、昨日、前回、いよいよ、カウント戦、普通にね、オーバー。まあ、そこまで、ここまではいいんですよ。まあ、こっからですね、いよいよ本番というか、ここから本当にもう、勝負。もし本当にね、そのね、先輩ぐらい。なんか気にすることないわ。うん、このドト野郎が。思いっきりなじられました、今。この、334時間ですね。やっていきましょう。本当にもし天井設定なんてものがあるんだったら、どんなにあるの？今日はいけるだろう。ね、今日金曜日ですかね。金土日の3日間ではさすがに来るはずなんですよね。どうせだっていいじゃない人間だもの、ミツオ。ね、そうそう。これで金土日で来なかったらちょっと本当にね、やっぱり。そういうね、天井補正みたいなのはやっぱり実在しなかったってことになって本当にね、青天井どこまで行くかわからない勝負になるかもですが、どうでしょうね、まあね、過去のデータを見る限りね、今日、明日、明後日で起き上がる確率は高いんじゃないかなって思うんですが、まあそれは分かりませんね。なんかすごいな、また NG の連投が来ましたが、何なんでしょうねこれ。NG ってかね、何をコメントしてるのか、それが気になるというか、ね、見えないですよね。おう。まずい、落ちちゃった。あ、数字がめっちゃ飛んでる。ねえ。わ、すごい。ねえ、なんか10個ぐらい NG コメント、来てますね。ねえ、なんてコメントしてんのか。ねえ、逆に気になりますよね。あぶねえ、あぶねえ。いきなりてる童貞なのに。それで落ちるとかちょっと恥ずかしいな。果たして、本当にどうなんのかな。僕自身もね、今日はちょっと楽しみというか、起きる起きない、この3日間は。もうちょっとね、ほんとこの、童貞っていうかね、道すがら、短ければいいんですがね、やっぱりこの移動 だけでもね、5分ぐらい時間ロスしちゃいますからね。
この童貞を行けばどうなるものか。その DT じゃありませんけどね。ねえ、そっちの DT もね、続ければどうなるのやら、わかりませんが、うん、まあ僕は DT としてね、多分死にゆく運命でしょうから、うん、まあしょうがない。スーパー帝王くん、こんにちは。はい、どうも、JT コムさん、いらっしゃいませ。はい、今からヘルバトラ3匹目始めるとこです。ちょうどいいタイミング、うん、まあまだ一応ね、倍数ってかね、1024分の1だからね、1倍ハマりに、いや、まだあと20回ぐらいあります。ついに2000あまり見れそうですね。どうでしょうね、2000は、いやでも2000って言っても結構ね、やっぱり2000ってこっからさらに1000回ですからね。それはそれでって、まあ絶対ないってこともありえませんがね、どうなるのか、こればっかり僕にもね、見当つきませんからね。2000どころか3000、4000って突き進む可能性もありますからね。私情報はやだいて、うん、いや、いいです、別に、うん、もし、ね、本当にどうしても抱いてほしいって言うんだったらね、うん、この199匹コンプ達成した暁に抱いたら追加分担に襲われるよ、うん、かな、うん、おま、俺が寝かまして頑張ってんのに、少しは乗れや。なはんでちょっと乗ったでしょうね。ね、ていうか、そんな自分で寝かまって言ってカミングアウトしてたら、寝かまの意味ないでしょう。だって小手半がそんなティンコとかあれして、寝かまも何もないでしょう。ね、やるんだったらもっと本格的にね、なんかね、本当に騙せるぐらいね、上手にやったらどうですかね。のりことか、うん、誰のりこって。秋篠宮様の発言について端的に感想をお願いします。え、俺の将来の夢は正直じいさんだからな、そこは譲れん。あ、そうなの、うん、正直じいさんだったらね、その嘘をつかないってのは ともかく騙そうとするのはどうなんですか。秋篠宮様の発言なんかあったのっていうか、うん、いやね、今日僕ね、まださっき1時ぐらいに起きたからなんか、うん、何もあれなんですけど、なんかあったんですか。え、秋篠宮様、皇室の問題にも切り込む帝王。いやいや、問題も何もそのだからね、なんかあったのっていうか、うん、これ、うん、なんか、うん、まあそれは置いといて、うんうん、吉沢ひとみ懲役2年決定したな。え、決定じゃないでしょ、休刑が2年でしょ。ねえ、うん、検察からのあれが、まあだからね、実質ね、多分まあ刑が確定しても執行猶予つくんじゃないかみたいな、うん、話ですけど、まあね、あれ飲酒でまあね、実質逃げたけど、結構猶予つくとかおかしいわ。まあ
まあ決めて、まあね、不幸中の幸いっていうか、あれですね、やっぱり。だから刑務所に2年入るんじゃねえの？え、だから、検察側の求刑2年がね、だから通ったとしてもね、多分、まあ一応ね、その後、一応戻ってるし、まあ。そういや、村真子が当選して傍聴してたな。村真子ってどんなんだ？ごめんなさい、わかんないですけど。まあだからね、大体裁判ってそんな検察側のね、求刑が丸々通ることはないでしょうからね。ましてや、一応初犯ですしね。うん、まあ、ね、あれ自分らなら実刑確定事案だぞ。まあ実刑でしょうけど、まあね、やっぱまあね、死んでなかったっていうのはやっぱ、あれでしょうね、あれ死亡してたらさすがにね、多分、吉田ひとみでも実刑だったでしょうけど、うん、まあそのあたりが影響してんでしょうね、うん。ね、あの動画見たけどね、あれかなりね、強い当たりですかね、本当あれ。5年って結構大変だな、酒は飲めるけど、懲役2年執行猶予5年だから甘いわ。え、刑確定なの？え？え？うん、まあそんなもんでしょう。まあ多分ね、でも、酒飲む人はそれで、飲酒やめれるとも思わないし、ね、ましてや車乗る人なんか、絶対、車の乗るのをやめるってこともないでしょうからね、また絶対、いつかや、ね、まあ、事故はともかく、飲酒で引っかかんじゃないかなと思うんですがね。ああ、5年間事故を起こさず無事に過ごせば、懲役2年が取り消せるってことか。うん、そうですよ、執行猶予っていうのは、そういう、あれですよ。うん、量減ったけど酒飲んでるみたいだよ。ねえ、やっぱ酒飲んでる人はやめられないでしょう。まあ僕はお酒飲まないかそういうの分かりませんけど。初見です。じゃあ刑務所入らねえじゃん。つまんねえの。帝王も執行猶予中でしょ。何そんな誤解招くようなあれ言ってんですか。何ですよ、僕は執行猶予とかそんな実刑とか前科ありませんからね。はい、どうも、あ、アナルさんですかね、いらっしゃいませ。はい、40個目さんもいらっしゃいます。さっき、判決なんで？判決なんだ？あ、もう、あ、え、もう刑確定してんだ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ勝ち組継続じゃねえか。うん、つまんねえ。下ネタ苦手です。ね、じゃあ小手判変えてください。もうちょっと普通なのに。執行猶予なんて無罪みたいなもんだからな。ねえ、うん、まあ次やったらさすがにあれでしょうけど。でもどうなんでしょうね、芸能事務所としてはまだあのクビっていうか解雇じゃないでしたっけ、あれ辞めたんでしたっけ、よくは覚えてないですけど、うん、ね、多分このまま普通に芸能活動やっていくんでしょうね、うん、自主退職、いやさすがに5年タクシー使うだろ、金はあんだから、つまんねえ。さあ、僕も練習運転1回だけしたことありますからね。なんでその固定派にするんですかね。僕も練習運転1回だけ。いや、もう読みませんよ、そんな固定派は。僕はね、お酒、まあ、全くないってわけでもないけど、もう全然飲んでませんからね。まあ運転もね、もう今レンタカー借りるだけですから、マイカーとかね、そんなありませんから、飲酒運転なんかもうね、もうっていうかね、いや一度もやってませんよ実際ね。でもやっぱりお酒飲んだ状態で運転すると、昔は飲酒運転余裕でしてたな、してたのね。まあね、罰則がね、だいぶ刑罰厳しくなって、あれですね。ね、罰金とか、ね、免許取り消しとか、ね、あれして、うん。
辞める人が実際どうなのか分かりませんが、今は無理だわ。今なんかね、本当に飲酒だけでもかなりね、減点されるでしょうし、刑が重すぎる、ね、それでもやっぱりね、飲んで運転してる人はまだまだいるんでしょうね。それこそね、金持ってるね、別にそんな減点とか怖くねえって人は平然と、一発面取り罰金50万だったか、ねえ50万なんて、いやまあそれだけだからこそね、危ないっていうか危険ってことですから ね、 ねえ、そんなんで本当に減点どころじゃねえな、ねえ人引き殺すってのはね、それだけ重いんですからね。タークも93か。わこ、はい、どうも、カオスさんいらっしゃいませ。相変わらずまだ来てませんが、1000回超えても、でも電動車椅子なら飲んでもいいらしいぜ。プスー、え、あれ、そうでしたっけ。あれ、なんかこの間なんかニュースで見たら電動車椅子もなんかんあれダメみたいな、なんか書いてあったような、え、見たような気が、気のせいかな。北海道大雪でヤバいわ。灯油ないけど買いに行く気にならない。じゃあ道路交通法に電動車椅子は車両に入ってないってことなのかな。だからなんか歩行者みたいな扱いだけど、法的には歩行者扱いで取り締まれないらしい。だけどなんかその、ねえあれどうだったかな、なんかね、お酒飲んでたらなんかその飲酒運転扱いになるとか、なんかそんなニュースなんか見たような見てないような、ちょっとうろ覚えですけど、北海道大雪そんなやばいんですかね。試してよ何よ何よ、50系コメさんしちゃ、僕そもそも電動車椅子自体持ってないですしね、お酒僕飲まないから、そんなね、試すも何もありませんよ。だいたい試したらね、そんな免許取り消しになったらどうするんですかね。一応ね、たまに車ね借りてね、いろいろ出かけたりすることもあるんですから、そんなに北海道寒いんですかね、大雪、天気ね、こっちはこっちで、まああんまり、神奈川もね、まあちょっと個人的にはやっぱ寒いかなって思うんですが、北海道はもっと寒いでしょうからね。雪でそんな大変なんですか。通りないけど買いに行く気に。雪降ってる日の方が暖かいよ。一番寒いところは今日最高気温がマイナス1度ってなってたな。すごいですね。最高気温でマイナス氷点下ってね。安い地蔵ね、多分関東だってね、そんな夜中ねマイナスならないでしょうからね、神奈川、ね、寒いでしょうね、本当氷点下とか今だったら僕耐えられる自信ありませんよ、さすがに、本当に暖かい格好して、こっち九州はぬくぬくです。あ、九州、でも九州もそんなにね、緯度的には冷凍帝王ねえ、冷凍、
ね、食肉保存としてはまあありかもですが、脂身ばっかりですが、九州でも、九州でもね、色ってまあ多少南かな、ぬくぬくなんだ、いいですね。寒い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 、もう今なんか結構着込んでるのに、一昨日あたりはちょっとね、暑いかなって、あったかいかなって感じだったんですが、ほんと、寒い寒い、懐も寒いしね、ねえ、せめて懐だけでもあったかかったら、ねえ、僕ももっと幸せな気分になれたかもしれないのに。ドラクエ5だったらね、ゲームの中だったらね、これゴールドいっぱいあってね、ホクホクなんですけど、ゲームでお金あってもね、使い道がないですからね。いやー、まあまだあれですけど、悲しいな。悲しいですよ、本当はね、働いて金稼がなきゃいけないんですけど。帝王さん、ねディスガヤ、金、超いっぱいって表示される。どういうこと、うん、え、そんな、何、え、そういう所持金がそういう風に表示されるの、やったことないんですが、まあ、今ともかくね、ゲームの金よりも何よりも、もうこいつがそろそろね、もうやっぱり終わってほしいですよね。いい加減マンネリというか、さすがに、ヘルバトラ始めたのいつぐらいでしたっけ。本当にね、多分11月頭ぐらいからね、多分ずっとこいつでしょうし、10月かな、とにかく。いい加減、ほんと終わってほしいんですが。所持金じゃなくて、得た金が数百万コスト、そう表示される。へえ、得た金が、得た金が、そんな数百万とかいっぺんに入ったりする要素あるんですかね。やったことないけど。得た帝王、違いますよ。その得たじゃ、その得たじゃありません。まあ、その得たの意味が僕よく分かってま、よくね、知らないんですが、あんまり。何でしたっけ、なんか聞いたことあったような気もしたんですが、もうド忘れしちゃって、ド忘れじゃないけど、普通に忘れてますが。まさか、社会で習ったあれですか。ねえ、そう、その、得た否認の得た。今日もペース、結構いいんですよね。なんでかな、ここ最近。来るかな、来るかな。来ないんじゃないかな。一応ね、さっき今確認したら、2匹目のね、モーゼスが、カウント1114でしたからね。
まあ一応ついでにその1114は今までのトータルでのワースト記録でもありますから、うん、だからワースト記録更新まであと90、91回ですかね、うん、うん、ねえ、どうなるかわかりませんが、またワースト記録更新するかもですね。こればっかり。おう。うわ。ああ。今日はシャンパンタワー用意して寿司シェフも呼んであるんだから頼むよ。そこまでや準備してんの。こんな僕の配信のあれのためにねえ、お気持ちはありがたいですが、まあ、こればっかりはね僕の努力じゃどうにもなりませんからね。普通に1倍超えましたね。まあ今日多分残り時間考えたら、まあワーストまではいかないでしょうけど、明日確実にワースト突破でしょうからね。やっぱり健常補正なんてそんな甘いのはないのかな。単純に、ここまで月があったってことなのか、いやー、ダメだな、なんか来る気配がないというか、いやー、ほんと順調に数のみがどんどん増えていく、余裕あったらね、信じたい。でもやっぱり、でもね、他のね、リスナーさんから聞いた他のプレイヤーのね、やっぱり5000回とかそういうの聞けば、ね、天井ないってことにもなるでしょうし、どうなんでしょうね。でもね、天井があるってね、そういうあれがないとね、僕の過去のね、超過のデータ見る限り、ね、あまりにもね、1000回前後の、1000ね、ちょっとのあれでね、キラーマシーンも、はぐれメタルも。起き上がったら負けってルールにしたら盛り上がるんじゃね？な、負けって、ねそれどう、じゃあ逆にどうしたら勝ちになるんですか？ね、勝ちっていうか、ね、僕はどうやったら終われるのっていうか、そうなっちゃうでしょ。本当に、ね、キラーマシーン9999行ったら解放。解放なの？そこまで、いや、そこまで行ったらさすがに起き上がっちゃうでしょうけど。ねえ、キラーマシーン1013、1097、はぐれメタルが、ねえ、1083、ねえ、まあ3匹目は733ですが、
ヘルバトラーの2匹目も1114って、ね、本当に1000、ね、ちょっとで、うん、ここまでね、5匹中4匹がね、それで起き上がってるんですからね。やっぱり、あるんじゃないかなって気にもなるし、いや、やっぱりね、あってほしいって思いたくもなるんですが。ただそしたら回数のゼロは何ってあれですが、まあ単純にね、一定回数超えたら確実にいいじゃなくてもね、一定回数超えたらね、ちょっと起き上がる確率がね、上がるっていうかね、そういう、感じかもしれないし、まあこればっかりはね、推測の域を抜け出ませんが。天井節来るぞ。ね、うん。どうも、アルチューピザヤラさんいらっしゃいませ。うん、あ、僕がね、まさに今それを提唱してるわけですが。さーて。ああ、そういえばね、まだ今日触れてませんが、うん、今日の一言ね、あのね、あの任天堂ね、ゲームのね、動画投稿やね、うん、配信がね、まあ今までもまあ OK だったんですがね、なんか今回がそのね、なんかそれのそれでね、動画とかね、生放送でまあね、利益をね、獲得してもね、問題ないってことにね、なったんですよね。まあ要するに、ね、任天堂ゲームでね、クリショーね、あれでお金もらうのがね、セーフってことにね、なったんですよね。ね、すごいですよね、うん。ね、他のゲームだったらね、なんかね、そういうのでね、通報されたらバンみたいなね、話もありましたけど。うん、ね、任天堂ならね、配信してクリショーでね、お金もらって稼いだとしてもね、もう合法っていうかバンされる恐れはね、全くなくなるってことですからね。ね、これをこのね、木にね、こぞってね、大手さんはね、クリショーで稼げる人はね、みんな任天堂のゲームにコロッとね、系統しちゃうんですかね。帝王稼ぐチャンスやで。ダメですよ。もう僕の配信たまにね、その広告してくれる人いるんですけど、やっぱ広告みんななんかチケットらしいからね、クリショね、申請しようとしてもね、予想獲得とかスコアがね、ゼロってなっちゃうんですよね。だから僕が任天堂のゲームやったとしても、お金を出してくれる人がいないから僕は1円も稼げないんですよ。いや、だからこそね、これを機にね、任天堂のゲームやってね、ね、お金を貢いでくれるようなリスナーさんを呼び集めるっていうチャンスかもしれないですね。そう考えるとね、年末、ね、年末年始の配信でね、もしかしたらね、一週間、ぶっ通しで、ね、スプラトゥーンやって、ね、それで、うん、ね、もしかしたら、それだけやればね、もしかしたらね、普通にお金で広告。公開した方が儲かるんじゃね。
まあもうどうでしょうね。どうかな。それはそれでなんか個人情報悪用されそうな、あ、ね、リスクの方が圧倒的に高いでしょう。ねえ、それだったらまだ、ね、任天堂のゲームで配信して、ね、クリッションをもらう方がまだ安全でしょう。もらえるもらえないは別にしても。どうしようかな、本当に。年末、スプラトゥーンやろうかな。リスナーさんが集まるかどうかは別にして。もしくはね、マリオカートでリスナーさんと、まあ、スプラトゥーンでもいいんですけど。今そんなことよりもとりあえず これが起き上がってくれるのが本当現状の最高の望みですからね。1時間半じゃ短いんですかね。いや、かといって今日伸ばすって言ってるわけじゃないですよ。けど。まあ、ちょっと本当にでも、もしね、金、土、日で、来なかったら、ちょっとね、考えを、改めざるを得ないかもしれませんね。改めたくないんですが。この山を越えればだいぶ楽になるんじゃえ、うん、まあ、この山越えたら本当にまあね、いよいよまあ数的には多分ゴールがね見えてくると思いますよ、うん、多分ね、ここ終わったら次の5強、まあメガザルロックですからね。メガザルロックまで行けばあとメタルスライム、うん、メッサーラ、ライオネックでね、いよいよコンプリートですから、うん、だからね、まあ確かに、いや本当、そうそうね、なんかね、気晴らしっていうかあれでもね、ちょっと狩る対象変えたいですが、うん、この縛りだとね、それもできませんからね。ワースト記録まであと75、うん、まあ、今日でどれぐらい近づけるか分かんないし、まあもしかしたらね、残り時間でまだ来る可能性もあるかもですが、うん、ねえ、うん、倒した回数のカウントでこれだったらねえ、トータルの倒した数、どんぐらいでしょうね。もう5000はいってるのかな。ちょっと今日見たいですね、帰り。モンスター図鑑ね、地獄のドロップ数とかも含めて。
でも5000、でもそれでも5000ぐらいでしょうね。ね、昔やった時なんかね、キラーマシンで1万ぐらいね、普通に超えましたからね、見たいでしょうね、うん、見たいでしょうね。今日ちょっと2分ぐらい早めて1時間25分で撤収しましょうか、うん、ね、うん、そしたら2分ぐらいね、モンスター図鑑見る時間設ければ、うん、でも、もう今日ね、起き上がることも、なんかもう諦めてるって感じのセリフですが、うん。いやまずいね。間違えた。まずい、まずい。ああ、よかった。
1050。ないのかな、やっぱり。さあ、帝王選手どこまで数字を伸ばせるか。まあね、本当にワーストいきそうですかね。どこまで伸びるんでしょうね。まあ多分今日ね、多分1000どんぐらいかな。まあ今日1080まで行くでしょうけど、1090は無理かな。まあ今日モンスターボックスちょっと見たいし、ちょっと早めに切り上げますから、1080ぐらいでいいかな。まあちょっと時間見ながら調整しますが、
どんなにね、果て、ね、果てしない、果てしない数字でも、ほんと。ね、ゴールがね、分かってた方がまだ、マシですよね。たとえね、それが5000でも、1万でも。まあ、さすがに5000、1万までは、かからないと思いますが、それでもやっぱりね、何回かで、ゴールが見えないっていうのは本当に嫌ですよね、心理的に。いや、起き上がらないのはね、まあ別に、
まあいいんですけど、今日はね、宝箱のドロップも渋いですね。昨日なんかね、3回、4回ぐらい。ねえ、あれだったのに。本当にこのゲーム、段数の偏りがひどいですよね。今日66回やって、ねえ、何にもまだですから。そして次のファイナルファンタジー5、どこまで上げられるか。まあね、ただ FF5 に関しては昨日、ね、なんか突飛もないとこからなんかすごい有力な情報っていうか、まあ、でもね、まあちょっとレベル、上げなきゃですよね。でも、そのね、あの、カタストロフィアなんか、もしかしたら、ね、なんか、はめ殺しみたいなことができるみたいな、ね、情報入ったから、まあ、ちょっとね、嘘か誠かわかりませんけど、まあ、あっちのね、アポカリプスは、ね、ちょっと、ホワイトウィンドウの対策が、なんかあるんですか、ね、もしかしたら、僕が知らないだけで、なんか、そういう、あっちはあっちで、なんか、はめ殺せるみたいな、方法が、70と、起き上がりそうな目をしている誰が何が、気のせいだった。気のせいです。早いですね、ほんと。だって、69回、ね、1時間3分、まだ63分なのに、今日かなり早いですよね。まあ、やっぱり、レベルアップの、ね、味方のレベルアップのね、あれの、あれで結構時間食うんですかね。今結構みんな、ね、レベル、多分50前後まで行ってるから、なかなか、レベルアップの頻度がね、ちょっと、遅くなってますから、ね、3日前ぐらいね、新しく入れた、ね、プチファイターとか、ブラウニーとかで、かなりね、レベルアップの、あれ、それが結構、こうして差が出るんですかね、やっぱり。でももうちょっとでね、いよいよ、ねえ、カンストするまで行くね、メタルキングなしでも、ねえ、プチターク、カンスト、普通に行きましたね。94ですからね。まあ今日はともかく明日で多分、もしかしたらね、カンスト、明日か明後日にはもうさすがにカンストでしょうけど。そこに誰をメンツ補充するか、まあね、今和光、今日も元気に行ってみよう。はい、どうも、美術室、技術室、手術室、美術準備室さんいらっしゃい。相変わらずね、杉庵は梨のつぶてですが、くそ、かそ、かそってますよ。それ、あ、おーって言っても、これまた、でも、どうでしょうね。
た多分まあ最後倒したらメカ版なんで多分オリハルコンの牙でしょうけど、ね、回数的にはね、まさにいわゆるね天井補正じゃないかって感じですが、どうでしょうね、まさかね甘くはなかった、うん、ギギギやっぱり天井はないのかあんま今まで現実は現実よね、え本当現実は非常ですね。これで起き上がったらね、87コムさんのね、なんかあれがね、勝利の女神じゃないけどね、ってね、ありがとうございますって言ってたかもしれませんが。勝利の女神じゃないみたいですね、ダブルってこと嫌味かいやいや、だから、いやだから、ね、来てたらそう、ね、そう言って、ね、称賛できたかもですが、残念でしたね。でもね、本当にね、たまにちらっとね、見に来た人がね、たまたまあれしてね、こういう、ね、1024分の1を引けるのね、もしね、拝むことができたらね、そろそろやっぱその人ね、強運の持ち主ってことですからね、誰かね、そういう人がね、うちの配信に来てくれればね、僕もね、そのね、ご利益にあやかれるかもしれませんし、言い訳がましいそうですかね。1077、まあそんな怒らないで、いやーどうしたもんかね。
バンワンコ、はい、どうも、コマ族爆裂魔法の使い手めぐみさんいらっしゃい。相変わらず来てませんよ。もっかワースト記録、もうちょっとで記録更新ですから。健康診断行ってきたんだけどさ、体重が去年から比べて3キロも減ってました、やったー。ねえ、そら、良かったですね。僕の場合ね、3キロぐらい減ってもね、何も驚かれないんですけど、仮に。でも体重49キロか、微妙だよね、もっと痩せないと。いや、身長がいくつか知りませんけど、40キロキロって男性にしてはちょっとさすがにあれじゃない、痩せすぎでしょう。身長にもよりますけどね。160だぜ。いやいや、そんなそれ140キロは十分でしょう。いや、それ以上痩せたらさすがにちょっとガリガリでしょう。40キロ前半行きたい。それはさすがに本当にね、ガリガリです、ね、ちょっとさすがに痩せすぎっていうか、40とかね、ウエストも細くなってたぜ。ねえ、そら健康的には、え？どういうこと？ウエスト健康や。70切ってた、ウエスト。ああ。ね、びっくりした。ウエストが 100なのかと思ったわ。100個目ですよ。ああ、100、ああ、そう。ああ、いや、だから、ねそういう数字、ね身長とか体重とかね、ウエストの話してるときにいきなり100とか、びっくりした。ウエスト70か、ね。それはそれで、ね普通に。健康的な体でね、羨ましいですね。僕なんかウエストだけで160ありますからね。恥ずかしい。いや、しかし、全然来ませんね。え？ん？え？ああ、知らないですか？僕、体重180キロあるんですよ。だから、ウエストもね、160とかあったりして、困ってんですが。クロちゃん並みにやばいのでは？やばいですよ。ね、だから、いつね、何が起きてもおかしくないんですけど。だから、ね、このゲーム配信を僕の就活の場所として、ね、こうして選んで、
やってるわけですよ。なんとかね、せめて。着ぐるみじゃん。着ぐるみ。ね、なんとか199匹、ね、無事にコンプリートまではね、生きながらえたいんですが。種の中に人が入ってる説人、ね、もう一人入っててもおかしくないですよね。本当に。いやー。種の中には美少女が。いたらいいですよね。そして、ね、自分の都合のいい時に取り出して、うん、ね、いろいろやり放題。できたらいいんですが。それは脱皮した方が良い。ね、脱皮できるならしたいですよね、ほんと。血圧いくつ？ね、測ってません。うん、どうでしょうね、多分測った多分100ね、いや怖い怖いは怖いから測ってないです。ねえ、それこそ150、160とかねえあってもおかしくないですからね、血圧も200いってたりして、うん、ねえかもですよね、うん、そういうの考えると、ね、200とかね、血管いつ破裂してもねおかしくないですからね、うん、150、160は高い人普通にいるよね、え、クロちゃん、うん、やった仲間だ。どういうこと、どういうこと、ね、早いですね、今日85回ですか、うん、90いったら、うん、もうちょっと今日は終わりでいいかな、うん、時間もあれだしね、ちょっとモンスターボックスのね数値見たいですよね、さすがに、うん、何回あれしたか、うん、あ、ちょ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 、約40分あとかな、ファイナルファンタジー5で待ってるぜ。はい、どうも、4時から今日ね、作業枠の部で、うん、レベル上げの作業 FF5 やりますから、うん、お待ちください。でもそっちこそ本当に単純な作業ですからね、こっちはまだね、モンスターが起き上がるか起き上がらないかってね、そういう楽しみ方もあるんですけど、あっちは本当にただのレベル上げになっちゃいますからね。今日2時間やったとしてね、どれぐらいまでレベル上がるかわかりませんが、うん、ね、どれぐらい上がるかっていうかね、どれぐらい上げればね、あのアポカリプスね倒せるかっていうのもだし、できればね、次回突入するときはもうね、さすがに戻らなくて済むね、あれで万全の体制で臨みたいですからね、アイテムとか
なんか有用な装備ちょっとね、集めたりっていうのも考えなきゃかもですし、まだ30代ですからね、レベル。40、50、どれぐらい時間かかるかもわかりませんが。いやーね、なんとかご両親で切り抜けてきたんですが、ね、最後の最後に、やっぱりね、セーブポイント欲しいですよね。あそこら辺でもね、まだカタストロフィアいいとしても、あと2体。あれほど言ったのになんでハド配信してくれないんですか。なんで HD 配信してくれないですかって、え？だってこれ HD 、だってこれ、ねえ、このゲ、これはねえ、だって普通にコンポジットねえ、ケーブルの、ただの配信だから、HD 配信できないでしょ。ねえ、なんでそんな HD 配信にこだわるのかわかりませんが、ねえ、そりゃ、レトロフリークなら HD 配信ねえ、できなくはないかもですが、それでも綺麗になりますよ。そうですか。でもそんなに汚いっていうか見にくいですか。え、ドラクエでもですか。このドラクエの配信ででもですか。わかりませんが。でもね、あんまりね、通信のね、あれやっぱり負荷かかるからね、うちの回線がどうかわかりませんがね、通信がね、遅くなったら、ね、配信の質が逆に下がっちゃうってこともあるんじゃないですか、よくわかりませんけど、そんな HD 配信してほしいですかね。まあね、この後やる、ね、FF5 なら、ね、あれ、レトロフリークでやってますから、まあ多少は変わるかもしれませんが、そんなに画質って変わるもんですかね、ましてや。やってもないのにできないの一点張りか。やらないならやらないって言ってほしいな。前やるとか言われたから。ねえ、だからねえ、もしねえ、プレステ4とかねえ、そういうスイッチのゲームの配信なら、そりゃさすがにね、高画質ってことで、もちろん HD 配信は、やりますけど、やるって前言いましたっけ？何のゲームの時ですか？ちょっと、覚えてないですが、もうちょっと時間かな、そうそう、ちょっと撤収しましょう。ちょっと次で、来る来ないに限らず、今日は上がります。ちょっとモンスターボックスみたいんで、じゃあ今日はここで上がります。じゃあちょっと見てみましょうか。モンスターボックスどこであった？ヘルバトラ。あった。もう計算的にはあれですが、やっぱり999、どうでしょうね、4000、400ちょっとかな、多分ね、経験値の獲得の数値から1370で割れば多分4000ぐらい。サーベルは20本ゲットしてますね。そんなもんか。4000か、まだ5000は行ってませんね。あと何でしょうね。倒した数記録されてるんか。それはキャップ説ありえるな。どういうこと？どうでしょう。118コムさんいらっしゃい。どうでしょうね。まあ、それで何かって可能性はまあ、
でもね、そういうのあったらね、もうさすがに解析されてるでしょうからね。メカバンも、オリハルコン7個か。あとなんだ、セルゲイナスあたりか。こっちもオーガーシールド8つか。こんなとかまだ4400ぐらい、4500もいってなかったですね。 1.5 倍ハマり天井説にしよう、わら。なんですかね。まあ いや、とりあえず、帰ってセーブして終わりましょう。 1.5、ね、だといいんですがね。まあ多分このままいけばあと、僕の統計的には、あと20ね、3回でワースト更新ですからね。明日確実に。今日は見れると思ったのに。ねえ、ごめんなさいね。申し訳ない。やっぱり1024分の1ってのは、そんな、ねえ、生ぬるいあれじゃなかったんでしょうね。ちょっと本当に、これまで、ちょっと本当に月が良すぎたっていうことかもしれませんからね。本当に、ねえ、3倍、5倍って、そういう可能性ありえますからね。いや、ちょっとね、日曜までに起き上がらなかったら、ちょっと本当、考えざるを得ないかもですね。時間もうちょっと増やすか。まあ、しょうがない。とりあえず、今日はここで終わります。はい、どうも。1時間半がご視聴、どうもありがとうございました。